黒潮は、北海道大学水産学部が所有していた、有人小型潜水調査船。総選考回数は729回。1949年に、北海道大学水産学部の井上直一が、中谷浮一郎からの潜水調査のアドバイスを、きっかけに潜水装置保有の構想を提唱し、前後して、渋沢慶三ら政財界の大物らで、講演会を組織し、 約600万円の建造費を調達し、旧日本海軍で潜水艦設計を手掛けていた、尾脇良ながらの設計により1951年に、竣工。日本初の学術調査目的で建造された、潜水艇となった。船体は三ヶ鉄二回塗りの上表面は、海中生物への影響を与えない、濃昆色都市、海上の母船、 オシュロマルとの間に、電源供給と通信用のケーブルで結ぶ形式で、水深200メートル程度の大陸砲の漁場調査を、目的に10時間以上の潜水を可能とし、井上が建造を主導し自ら操縦を行い381回の潜水調査を行った。本船が採用したアンビリカルケーブル方式は現代でも、世界の無人潜水探査機に採用されている。 1960年には、耐圧核を転用して、大改造を行い自公式の黒潮2号として、竣工給電ケーブルを200メートルから600メートルに延長、安定した岩石サンプルの採取が可能なボーリング機を搭載し、348回の潜水調査を実施。予算不足や、 船舶安全法の規制強化に伴い1971年に引退し1979年に北海道立青函トンネル記念館に引き取られた。ありがとうございます。